番インパクトのある変顔といえばに対するみんなの反応集。五条も競争も甘いよね。東堂はお前の本気はそんなもんじゃないだろって感じ。やっぱり優勝は虎杖かな。厳しくジャッジしてて笑ってしまった。西宮ちゃんだよ。まあお前そんな変顔すんのか、という衝撃度で言えば競争が優勝。虎杖には離れしてる気配を感じる。そんな表情の発想が出てこない。お兄ちゃんは受肉生後数ヶ月で頑張って考えた変顔と思うと微笑ましい。お兄ちゃんの変顔はただ可愛いだけだからな、あざとさが見えるんよ。虎杖と西宮はレベルが違う、変顔慣れてるやつの変顔だ。芸人の変顔っぽいクオリティだよな虎杖。笑うというか、もはや恐怖なんですがこれは。あこれよ。これだよな、なんで外したし。変顔を本気でやる人間は信頼できる。西宮は女友達で写真撮るときに変顔しようと言ってみんな可愛くしてる中本気でやるタイプの女の子。好きだわ。虎杖は手もずるい、腕組みでこんな顔されたら笑うしかない。虎杖はガチのヤバい顔やん。虎杖はテレビっ子だから芸人系統な感じ、モノマネうまいし。むしろ東堂は勝ち負けじゃなくて自分に求められることを分かってるタイプだと思うこれは。他のキャラもやって欲しかったな、釘崎とか伏黒とか。釘崎もなかなかだぞ西宮ちゃんには勝てんが。釘崎とか西宮みたいに可愛くあろうと気を使ってる女の子が変顔にて抜かないの好きになっちまうわ。伏黒は積み木が人質にでもならない限りやらない。色もネア的に妄想すると虎杖、安定して笑わせる。競争、じんわり笑うタイプクスッとするけどアウトにならないライン。五条、勢いつけて振り向いて一発で落とすタイプ乗り越えれば笑わない。東堂、じんわり笑うタイプだけど一点拍子とかして的確に落とすタイプ。西宮、後を引く笑い、夢に出そう。お兄ちゃんの変顔って親が赤ちゃんあやす時の変顔っぽいんよな。あの時代にあった概念かはわからないが。ママが瓶詰めのクソ渦をあやしていたのを真似したとしたら心に来る。賢者がやっていても別の意味で心に来るが。やっぱトラ年でこれやるやつはレベルが違うな。変顔大会は笑ったけどこれは笑いより先に恐怖が来た。小学生の頃にこれ見てたら泣いてたかもしれん。虎杖が普通に怖い。この変顔選抜されたメンバーどういう意図があったんですかね。あとこれどこにあったやつでしたっけ。変顔が本気すぎて草。西宮の変顔は女子がガチ変顔やってるのでポイント高いんだけど手使ってるのが本当にもったいない。腕組みしたままで繰り出してくる虎杖の破壊力がヤバすぎる。歯茎と鼻の穴の開示こそガチなんだが。五条も悪くないが目隠しでマイルドになってるよな。申し訳ないが五条が目隠しバージョンなのはひよったな悪民ってなった。ひよってるかなこれ。お兄ちゃんが変顔プリトロって誘われた時一人だけ裏切る女とか言われてて笑った。虎杖したなっげーな。俺やろうとしたけどできなかったぞ。虎杖は面白いというより恐怖。高専時代の五条家と家入りもカバー裏で変顔してなかったっけ。ノリトシの変顔全く想像できない。目は開けてくれるのかな。ノリトシは本人は本気で変顔頑張ってるけど周りにお前さって言われちゃうやつだ。伏黒と乙骨は猫の中でやらないって決めてそう。犬巻は五条が変顔やったことにより若干やりかねない危うさがある。犬巻先輩は変顔やってくれる確信。どっちかっていうと伏黒は変顔の人たちの変顔見てうわーって引くリアクション係なんだよな。伏黒は絶対やらないだろうから同じ顔のパパ黒に金積んで変顔してもらおう。当時がというより猫がやらせなさそう。犬巻は悪ノリが好きらしいから多分やる。乙骨、巻、伏黒、前あたりはやらなそう。乙骨伏黒鴨さんはやったところでぬるすぎて周りから怒られそう。このメンツはやるやらない以前に変顔がどういうものかよく分かってなくてぬるい変顔になりそう。犬巻は野原のスカート履いて普通に悪ノリしてたからやるな確信。学生五条と下等は本気でやりそう。家入さんはやらなさそうに見えてやってくれそう。五条は目隠しに逃げてるのがダメだよ。もっと本気でやれ。変顔を伏黒とかナナミンがやったら笑う前に心配するわ。ミワちゃんは変顔したのに可愛いこぶるなと前や西宮にダメ出しするタイプの可愛い変顔だろうな可愛いな。ミワに一緒に写真撮ろうって言ってミワに黙って二人で変顔して。いるよねこういう一人だけ裏切る女。ってからかう西宮と前はいそう。東堂も変顔やってくれそうなイメージないんだけど、高田ちゃんが男芸人に絡まれてるとことか見せたら素でこういう顔になりそう。悪民絶対鏡で変顔しながら描いただろ。なぜか歌姫先生は変顔を全力でやるって安心感ある。最初は可愛い系でやるけど後輩のヤジが飛んで本気でやるタイプ。ここに書かれてないメンバーはやってみたもののぬるすぎて予選落ちしたものと思ってる。お兄ちゃんに負けるってどんだけ雑魚なんだ。じゃあぬるいは意外性がなさすぎてインパクトが足りなくて予選落ち。野原ちゃんレベルでも予選落ちってマジ。伏黒ひゃはってパパ黒に似てしまい予選落ちか。堅くなに変顔しない伏黒の分まで虎杖が頑張ってくれてるんやで。あざとさナンバー1はお兄ちゃん。お兄ちゃんはちょっと可愛いからな。お兄ちゃん正面から見るとめっちゃヤバいのかも。
変顔で真っ先に思い浮かんだ東堂の顔。葵ちゃん渾身のキス待ち顔を変顔呼ばわりとは失礼なやつだな。あれは変顔じゃない変な顔だよな。変な顔じゃないよ、変な人だよ。イタドリはこういうのやるタイプだろ。イタドリはノリがいいのが売りのキャラなんだから変顔くらいしないでどうする。乙骨は変顔狙ってやるよりウィンクしてって言われて両目つぶったり日常生活の中で何気に変顔してるタイプと見た。七海と伏黒は絶対やらないというか表情筋凝り固まってて変顔作れない。乙骨は目をつむった瞬間の顔が学生証にされてたの笑った。ノリとしも変顔できないと思うけど力入れると二重になるやつはやってほしい。全力で変顔もトラボディペイントもするイタドリ、いい青春してんなと思って微笑ましいぜ。とにかく鼻ほじっていたかったのもいるよね、こういうおバカな子供って感じで。でも別にやらないスタンスのキャラがどうとかそういうのは全くないよ。それはそうと葵ちゃんの万感の思い込められたキス待ちかを久しぶりに浴びたらびっくりしちゃった。イタドリかなって思ったら西宮ちゃんのインパクト強すぎて吹いた。テレビで芸能人とかがやる場面ならイタドリなんだけど、クラスの友人同士の場でやられたら怖い。敵が一気に強くなりすぎたのが良くなかったのかな。この人たちの活躍や絡みをもっと見たかったですね。これからあるだろ。ないよ、作者が年内に終わらせたいうくらいだし展開的にもそんなの挟んでもほんの少しやろ。年内には畳んでいけたらってだけで終わるかはわからんぞ。今でさえ最終章じゃないのに断定すんな。それぞれ活躍なら十分してるだろ。画像の中の一人は今まさに活躍してるし絡みはまあ今後に期待するしかないけど。この中じゃイタドリやな。Y に似てるって意味じゃ五条かな。お前一つ目なの、条五じゃん。五条の変顔と似た顔とかいつも笑われて生きてきたんだな。サイクロプスか何かで。芸人の顔すげえな。劇団一人のひょっとこ顔はあれ何がどうなってるんだ。なんかもう普通に怖いぞ。劇団一人のはゴッドタンのマジ歌選手権での本気特殊メイクシリーズのリアルひょっとこだよ。劇団一人のやつは小道具だからな。劇団一人なら不可能でもなさそうだからびっくりするけど。変な顔じゃないよ、変な人だよ、変な顔をした変な人だよ。変な表情をした変な顔の変な人だよ。変な人が普通の顔してるみたいな言い方やめー。これ、一人じゃ無理だよな。ブラザーが背面とかを描いてくれたのか。虎柄の全身タイツかもしれん。でなきゃ全裸の確率が。イタドリは腕組みとか口かせに見える下とかサイコショッカー味を感じる。多分真人の変顔は面白くない。こういう時でも笑いより煽りの含有率の方が高そうだから。死ぬ気でやれめぐみ、ボケるときは一人だよ。さらっとコントとかの集団ボケを否定するんじゃない。演者にとっては舞台の上がどれほど賑わっていようとも孤独でしかないよ。自分の一挙手一投足すべて決めるのは自分自身でしかない。誰かが代わりにやってくれることなんて一つもない。それがその役をもらうということ、モブではないネームドであるという責務が発生する。変顔よりもキャラが口開いた時に下の歯だけ出てるのがムカつくこの作者の癖だろうけど。裏梅だったら少なに言われればこの世の全てをかけた変顔してくれるはず。気合が入りすぎて面白くない系の。やっぱすげえよ少なの器は、と思わせる謎の怖さがある。弟を面白くないなんて言わせない。お兄ちゃん可愛いな。ダメじゃん。ご視聴ありがとうございました。高評価、コメントお願いします。